ポンペイのこの壁画はアウグストゥスがローマに持ち出したアペレスの海から上がるビーナスを元に描かれたものと信じられている。コストのアペレスは古代ギリシアの有名な画家、アペレスについての情報のほとんどはダイプリニウスが書いた博物詩に追っている。ダイプリニウスはアペレスをその前にも後にも並ぶ相手のない画家だと評価している。さらにアペレスが アレクサンドロス3世の肖像画を描いたことから、アペレスの活動時期を第112回オリンピアードとみなしている。アペレスはイオニアのコロフォン出身ではないかと思われる。エフェソスのエポロスの下で修行し、名声を得た後、四季音のパンピリオスの弟子になった。それでアペレスはドーリアの力強さとイオニアの優雅さを結びつけることができたわけである。 マケドニア王国のピリッポス2世の宮廷に招かれ、宮廷画家として認められ、その成功の証として、ピリッポス2世やその息子、アレクサンドロスを描いた。アペレスの描いた、雷を抱えたアレクサンドロスの絵は、リュシッポスの、槍を持ったアレクサンドロスの彫刻と双壁をなすと言われている。ダイプリニウスの博物誌の中で、アペレスの似顔絵の見事さは、 アペレスとプトレマイオス一世にまつわる話の最大の見せ場で語られる。二人はまだ将軍だった頃のアレクサンドロスの全員同士だった。それから長い時が経ち、旅をしていたアペレスは嵐にあって、やむなくエジプト王国に上陸するが、その王国を統治していたのがプトレマイオス一世だった。プトレマイオス一世の同化子がアペレスをプトレマイオス一世との生産に招待した。 しかしそれは嘘の正体だった。道家氏はアペレスのライバルに買収されていたのだった。呼びもしないアペレスの訪問に、プトレマイオス一世は激怒して、誰がアペレスを招待したのか、アペレスに尋ねた。アペレスは男女から墨を一つ取ると、壁にその人物の似顔絵を描き出した。その最初の一筆で、プトレマイオス一世は道家氏が犯人だと分かったということである。アペレスは、 アレクサンドロス大王の愛称の一人カンパスペをスケッチしていて彼女に恋をしてしまった。アレクサンドロスは偉大な画家への敬意として彼女をアペレスに送ったという逸話もある。ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロがアペレスの工房のアレキサンダー大王とカンパスペ。画家のプロトゲネスはアペレスの同時大臣だがその実力はアペレスも認めていた。大プリニウスの 博物誌に一世紀のヘレニズムの鑑定家の間で広まった逸図が記録されている。アペレスは名前だけは知っているプロトゲネスと顔見知りになりたくてプロゲネスの家のあるロドストーまで旅をした。プロトゲネスの工房についてそこにいた召使スの老婆に聞いたらプトロゲネスはルスだという。誰が来たのかプロトゲネスに伝えますからと老婆に名前を聞かれたがアペレスは 返事をせず、工房を見回し、画家の上のパネルを見つけた。プロトゲネスが絵を描くために準備していたものだが、アペレスは、おもむろにパネルのところに行くと、絵筆を取り、老婆に、私が来たと言いなさいとだけ言って、パネルに綺麗なカラーの直線を描き、工房を後にした。プロトゲネスが帰宅して、老婆から何があったのか知らされた。プロトゲネスは、パネルに描かれた線を見て、 即座に訪問客が誰か折り返した。こんな完璧な線を描けるのはアペレスしかいない。と、しかし、プロトゲネスは別の色で線を引き、ロー,バー再びアペレスが訪問して、プロトゲネスの描いた線を見た。アペレスはもっと綺麗な線を描けばよかったと恥じ、二本の線の間にまた別の色で線を引いた。これ以上の名人へはない直線を、それを見て、 プロトゲネスは素直に自分の負けを認め、アペレスを探しに行き、そして、二人はめでたく対面したということである。ダイプリニウスは、こんなことも言っている。ガイウス・ユリウス・カエサルのコレクションの中にアペレスの、素晴らしい絵があったが、パラティーノの丘にあった、シーザーの屋敷が消失し、その絵も失われてしまった、と、アペレスは、コストのアフロディテの絵を描いている途中で死んでしまった。 その絵を引き継ぎるほどの腕を持った画家は誰もいなかったので、その絵は未完成のまま残された。アペレスの絵には次のようなものがある。アペレスの絵のいくつかはローマに持ち出された。その中には海から上がるビーナスもあり、大衆も見られる場所に展示された。他にもアレクサンドロス大王を描いた二枚の絵があったが、後にローマ皇帝クラウディウスがアレクサンドロスの顔を 自分の祖父アウグストゥスに書き直させたということである。作品が失われてしまった以上、アペレスの絵を再現することはほとんど絶望的である。また彼にまつわる話も古代人に頼るしかない。現状で真実なのか捏造されたものかもわからない。現代の考古学者たちは、なんとかその手がかりになるものを発見しようと努力したが、まだ見つかっていない。プロトゲネスとの線の描き比べの真偽だが、 アテネの赤絵式陶器の装飾を見ると、そのような線を描く能力は、当時の画家たちにあったようである。アペレスは、ある競争相手に対して、寛大な態度を示したと言われている。どういうことかというと、彼の作品を、自分の作品として売買。また、ある点については、他の同時代の画家たちが自分よりも優れていたと、認めていた。大プリニウスによると、アペレスは、メランティオスの配置。 アスクレピオドロスのメンスライを尊敬していた。アペレスが特に卓越していたのは無限の優美さであったと言われている。おそらくアペレスはそれほどたくさんの色は使わなかったし、複雑な遠近法も避けたと思われる。図案の簡素化、直線の帯、表現の魅力がアペレスの美点であったろう。またアペレスは自然主義描写にも優れ、彼が描いたアレクサンドロス大王の手はまるでの中から。 飛び出しているように見えたと言われ、そのことでアペレスを崇拝する無知な批評家たちがいる。しかし実際には、アレクサンドロス大王の時代は、理想主義が主流で、おそらくアペレスは、自然を超えた、美しさを人物像に与える段階まで達していたのではなかろうか。ボッティチェッリが、アペレスの誹謗を、ダイプリニウスは、アペレスを語るのに、いくつかの格言を用いていて、おそらくそれは、 アペレスの絵に関する論文からの引用ではないかと思われる。例を挙げると、プロトゲネスについて、クワドマルムでタブラサイラット。他にも、アペレスには、店の前に絵を展示して、通行人が何とコメントするか隠れてみるという習慣があったそうで、ある時、靴の修繕屋がアペレスの絵の靴の描き間違いについてコメントし、アペレスはその夜のうちに間違いを書き直した。翌朝、 昨日の靴の修繕屋がそれに気づき、自分の一言がアペレスに影響を与えたことを、得意がって、アペレスの足の描き方をあれこれ降着し始めた。それを見て、アペレスは、隠れていた場所から出てきて、こういった、NE スターウルトラクレピダム。最後に、ダイプリニウスは、アペレスの日々の努力について、次の格言で結んでいる、ヌラダイズサインリーネ。さらにダイプリニウスは、アペレスが、 絵画の有用な革新をいくつもしたと述べている。例えば、アペレスは絵の保存と色を和らげることの両方に役立つクロアニスを作ったが、その秘密はアペレスが墓まで持って行ってしまったと。大プリニュースのアペレスへの賞賛は、再現がないが、アペレスが大胆かつ進歩的な画家の一人であった。ことは、間違いない。それがアペレスの名声となり、数人のイタリアルネサンスの画家たちに、 アペレスを題材にした絵を描かせることになった。アペレスの作品の理解につながればという淡い期待を込めて、ラファエロはアテナイの学童にアペレスの姿を描き、ボッティチェッリはアペレスの作品に基づいたビーナスの誕生とアペレスの誹望という2枚の絵を描いた。アペレスの時代には4つの色しか知られていなかった。白、黄、赤、黒である。緑、紫、青は、 もう少し後になって発見された。ギリオム・アポリネイルは1912年2月、雑誌、レソワレド・パリに書いたエッセイ、現代美術のテーマについての中で、この話と、ジョットがフリーハンドで描いた完璧な縁、さらに、10年の準備を経た後にさっと一筆描きされた、創始の完璧なカニの絵を引き合いに出し、頂点を極めた芸術家の仕事というものは、 崇高な単純さに要約されるということを示す、いい例えだと述べた。アテナイオス、食卓の賢人たち大発刊、ありがとうございます。